こんにちは、グッドゲームガールズチャンネルのみそしべです。今日も来てくれてありがとうございます。ございます。そして白黒チャンネルのジュニです。よろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、なんとすごい重大な発表があります。ちょっとツイッターでもね、いろいろ匂わせてはいたんですけれども、なんと今年の2016年、17、18日に開催される TGS 東京ゲームショー、よーい、この一般の2日目の18日日曜日にオセロニアの戦という、まあ、大会イベントみたいな、そうですね、それの MC として2人で参加することが決まりました。嬉しい。いや、嬉しいね。TGS になんかあのベル川で、ベル川コンパニオンとかコスプレだったんであったんですけど、うんうん、ベル川で一般の日に参加するのは初めてなんで、ね、しかもさ、今回イベントかなり広いブースでやる、そうなんですよ、一般的な感じでやるショーなので、はい、すごい楽しみですね。なので、あの、うん、オセロニア知らない方でも絶対楽しめるので、うん、来てほしいんですけれども、はい、今日の重大発表はそれだけではない、ない、それだけじゃなくてですね、今回は、うん、運営さんにね、ちょっとあのせっかく公式でオセロニアやらせていただいてるんで、なんかちょっと欲しいな、で、視聴者さんにプレゼント的なやつないかなみたいなって言ったらくれました。イエーイ、かなこさん2ピーありがとう。打ち合わせなしよ。今のすごくない？すごいよ。ちゅうにちゃんと出会って1年経ったからね。そうだね、1年ですね。もう本当にお世話になってます。お世話になってますね、そんな感じでプレゼントをいただきましたので、はい、今日は、10名様に視聴者プレゼントとしてお届けしたいと思います。お願いします。プレゼントは何ぞやというところなんですけれども、はい、まず1つ目は、うん、この東京ゲームショーのこのイベントに参加するチケットでございます、うん、いやーすごいよ、チケットだよ。もう超よ、ね、有益じゃんね、有益じゃん、なんかサインとかチェキとかレベル違う有益、有益、その後言いづらいわ、一つ目ごめんごめん、はい、二つ目のプレゼントはですね、私たちが、うん、このオセロニアのコスプレをしたマシティマちゃんと、うん、メイティスメイティスさんのコスプレをしてるんですけど、それのブロマイド、イエーイ、サイン、顔綺麗ですね、顔綺麗、そんなことないよ、私はね、まだオフイベでいろんな人にね、こうサイン書いてるからなんだけど、チューニーちゃんだよ、まあまあまあ、あんまり出てこないですよね、あんまりね、こう家の外にそう、家の外に出たくない、みんなーってやんないからね、やんないやんない、はい、応募方法はですね、こちらのコメントに、うん、欲しいって、そうですね、書いてください、そう、くださいって書いてる方から抽選で5名様、うん、そして、ツイッター、うん、この動画と一緒にそのリンクするツイートをしているので、その、あの概要ツイート、うん、まあ、このツイートをリツイートで当たりますという感じでツイートしたやつをリツイートしていただき、私のアカウントフォローしていただいた方から5名様の合わせて10名様です、ね、はい、で、チャンネルの方の5名様なんですけれども、うん、なんか YouTube チャンネルアカウントそうになんかしっかり登録してないとメッセージが送れないので、うん、ちょっとその辺あの手間暇ちょっとかかっちゃうんですけど、あの Google 先生にちょっと聞いてね、なんかチャンネル、YouTube 作り方みたいな、あとをあのちょっと Google 先生にお伺いするとできるんで、ちょっとその手間暇をね、はい、あのお願いします、ね、お願いします、はい、まあそんな感じで10名様募集させていただきたいと思います、はい、そして Twitter の方はですね DM にてご連絡させていただきます、はい、あのそれ以外私のGGG のアカウントまたは私の個人ツイッターのアカウント以外からなりすまされてなんか当選したんで連絡先をしてくださいってやつとかはもう全部偽物なんで、そんな人いるの？いる、絶対いるよ、やばいね、もうそれ犯罪だから、犯罪だからダメだね、それ絶対ダメや、ぬか喜びだからさ、やばいね、怖いね、なのでその辺ちょっと気をつけていただきまして、当たんなかった上に変なの来る可能性あるみたいな、やばいよ、ね、やばいね、なんか着払いでピザとか届いちゃう、やばいね、寿司とかピザとかうなぎとかね、気をつけて、気をつけて、そういうの嘘だって、はい、まあその辺気をつけていただきます、ね、まあ、なんか怪しいなと思ったんだったらちょっと聞いてもらった方がいい、聞いてもらった方がいい、怖いわ、はい、というわけで、まあ、そんな感じで募集させていただければと思います、はい、でですね、期限、うん、応募期限は9月7日を締め切りとさせていただきまして、うん、当選連絡は9月10日までに連絡させていただければと思います、はい、そしてあの当選者の発表はですね、うん、こういう感じで動画ではいたしません、はい、この発送というか連絡を持って当選させていただきますので、うん、まあ、ちょっと10日以降にね来なかった方はちょっとごめんなさい、はい、っていうところですね、白黒でもね募集してます、あ、そうだ、こちらの動画もねよければチェックしてね、まあ、みんないっぱい応募したらもしかしたら当選率上がるかもしれないね、そうそう、あのチューニーちゃんのところで10人、うん、私のところで10人募集があるので、うん、ぜひ合わせて、はい、もう複数やってもいい、そうですね、はい、なんでその辺
しくお願いします。よろしくお願いします。あとちょっとおまけなんですけど、うん、18日の、ね、イベントのことを言ったんですけど、そうですね、17日もなんと我々、うん、ちょっとね出ちゃったりとか、なんかどっかに出ちゃったりするんですよね。そうだね、まあ、9割9分9輪ぐらい出るみたいな話ですけど、まだ公開されてないかもしれない。そうだね、でも、はい、あの17日も油断せずに開けといてください。そうですね、土日来ていただけばちょっとね、はい、噛みたいよね、もう日曜日噛みたいよね、覚えちゃう、土曜日来てくれたなんとかさんってなるよ。はい、はい、そんな感じでよろしくお願いします。お願いします。ではまた見てくださいね。